こんにちは、ペンシップ楽しげです。そしてじゃあやりますか。今日はこれね、新速の牽制竜王級じゃあ、まずはすんごい難しいっていうね話ですよ。初見です。どうすかね、どうすかね、部長。今日もフレンド4人ね、いつもの来てもらってますよ。で、先にフレンドの方が1回行ってきてくれたみたいで、軽く情報は聞いてます。1戦目ね、よろしく。1戦目2戦目今回ちょっと飛ばさずに行こうかなと思ってます。っていうのは、まあそんなに攻略要素ってわけではないですけど、結構1戦目2戦目も対策があるみたいなんで、とりあえずラオフね、真ん中のラオフが麻痺をしてくるらしいので、これあと暗闇ですよ。暗闇、あのチェンがね、ボスの暗闇してくるんで、ちょっとねメモっていきたいんですけど、メモる暇あるかな。全然ね、かなりの頻度で暗闇してくるかもしれない。いいっすね、麻痺がね、やっぱうっとうしいね。確かハムハンは誘惑してきたの記憶が初回開催時の時はあるんですけど、変わってなければ多分、まあグループチャットだったらね、誘惑は大体対応できますけど。サクサクね、あーそうそう、これね、ダゴン素早さダウンですよ。一応入れて、一応っていうかね、入れてきちゃいました。鏡入れて5だ。エースが座敷わらしね、デメテル、あとはプリシュラか。素早さがボスのチェンの最大まで行くと解放攻撃してくるかもしれないんで、それの対策でダゴンで素早さダウンの攻撃があるんで入れてきたんですけど、どうすかね、使えんのかな。水枠なんでね、チェンは森属性で、こんな感じ。今はマイナス2でしたね。鏡にアクアロード2枚入れるとマイナス3が2回入るんで、判定があるんで、うまく入ればマイナス6までは確認しました。で、これがね、アクアロード1枚、例えばヒポポ来ましたね。これね、ヒポポ、缶詰さん、エイボン3枚入れてるみたいです。なので、これどっち倒すんだろうな。リーロンでいい。ヒポポがまさかね、竜王級で見れたものなんですね。遊んで、来ましたね。ダゴンね。35%、アクアロード1枚に、左か。1枚に鏡だとマイナス2の判定が2回だったんで、ちょっと差があるみたいですね。なんでせっかくなんで 35% を2枚入れてマイナス3が2回っていう組み合わせできてます。
来ましたね、ヒポポ全体か。パラメータアップはもう適当でいいやっていう話できてます。なんでスピード重視ですね、どっちかっていうと。ヒポポのこの予防接種は張ってる間はダメージ軽減効果があるらしいん で実際ね、合体になってくる。実際使ったところはね、見たことないんで、どのぐらい軽減するのかとかも、わかんないですけど。どっちかっていうと、まあ、あれですよね。その、暗闇対策の意味合いの方が多分強いと思います。予防接種ね、今回。いいんですか。防御がね、防御上げるカードがあんまり。ヨックンさんかな。アタッカー、あ、全然メモってなかったな。できればね、人のカードも記憶したいところなんですけど、そこまでちょっと余裕ないですね。回復のカードぐらいは覚えておきたいですけど。フラッシュカウンターがあるんじゃないかっていうね。フラッシュでいいか。話もありますし。ちょっと怖いですね。メインが僕は6なんで。うまくいけば。デメテルとね。13多いですね。13きついですね。部長、13は。もういいんじゃないですか。で、2戦目はメイリンね、確か初回の時は13なんですね、やっぱりね。相手がメイリンのはずなんで、今回も多分そうです。1体これするか。あら、いいか。2戦目、来ました。封印とか確かやってきた記憶あるんですよね。パラメータアップもね、してくるみたいですね。できれば予防接種の状態で行きたいですね。ボス戦突入はね。もうちゃちゃっと倒しちゃってもね、良さそうな気もしますけど。確かね、爪が弱点だったはずなんですよね。今僕7にレビアタン入れてますけど、特にこのアタッカーっていうわけではなくて、パラメーターのね、リセット目当てです。なんで古文もあんまりダメージ系は入れてないです。1枚ですか。なんだっけ、レビアタン、いい感じ。硬っ。
硬いですね。ノルンね、今入りましたけど、初回の時もね、確かノルンかなり活躍しましたよね。そう考えると、初回の時は確か去年の7月かなんかだったんで、半年も以上前ですもんね。長いですよね、主力として。お、ダイヤ、これはダブルしたっけ。一応と多分じゃん。爪ね、入ります。ダメージ結構火のアタッカーは種類多いですもんね。あのチェンの弱点が今回凸と爪なんで、火のアタッカーで凸と爪って結構たくさんいるんで、アタッカーは揃えやすいかもしれないですね、今回。来た。防御アップ。ストレート以上でした。これね、倒しちゃってもいいかもしれないですね。ハータ3。狙ってみようかな。ちょっと無理しましたね。結構硬いんだよね。倒したいですよね、早くね。ちょうど来い。これだけ状態上回復みんなが入れてきてくれてると案外楽かもしれないですね。暗闇あっても。全部メモってないな。どうしようか。まあ、いいか。あ、これね、古文おなじみの構成ですよ、個人的には。1枚 25% が入ってるぐらいなんで、あんまりダメージは出ないかもしれない。いけるか。あ、無理だな、多分。うん、リセット入ってからパラメーターダウンで入るんですね。あー、予防接種がな感じですね。お、来た、またさすが。ポポはもう僕が一番最初に引いた SS ですからね、未だに持ってますけど、ゴッドにはさしてないです、残念ながら。いけるか、こっちか。行きましょう。これいいんじゃないですか。なんと
エイボン3つ積んでるって言ったんで、だいたいね発動するはずなんですけどね、肝心な時にね倒せなかったですね。そうこうしてるうちにパラメーターがねいい感じに、そうか、メルクリウスが2なんですね。これは言ったでしょ。さあ来ましたよボス戦。じゃあ20分かかってないですかね、ここまでで。15分ぐらいですかね、目標30分以内。先生ね、早速ね来ましたよ暗闇が。2人きついな暗闇。あ、反撃縦のマークですけどね、迎撃じゃないですかね。分身してこないみたいですね今回。行っちゃっていいですかね。ここはもう気合で行ってもらう感じです。一応僕もここまでで1から13全部メモしたんで メモしてないかもしれないですね。まあピノコがね来るでしょ。あーデメッテル2枚入ったんですね多分。そうなんですよね、同じカードを2枚入れるとね暗闇対策するのは結構大変ですよね。僕個人的には同じカードは入れないっていう何となく縛りをつけてやってるんですけど、そういうとこがきつい時ありますね多分。同じカード、ここ回復なくてもまだ大丈夫かな。行きましょう一気に。分身ね、あの初回開催時の時はしてきたんですけど今回してこないみたいですね。なんで全体か2枚ぐらい最初入れてたんですけど外しました。外して威力アップにしていましたね。これは来い、これは来てほしい。来た、いいですね、さすが。強い、結構柔らかいかもしれないですね。うわ、ギリギリ危ない。 HP がね確かこう5万9000とか6万弱ぐらいだったんですけど危ないですね。おそらく一番このメンバーの中では
HP 低いと思うんで。ここ、重ねよう。重ねます。迎撃なんでね、一応。来てほしいなー。できればね、コンティニューしたくないですからね。来るか。来た。鉄壁が、あ、なんかね、鉄壁が、効くのと効かないのと、攻撃があるっぽいですね。結構すげえ回復した。素晴らしいですね。さあ、3万ぐらいですね、被ダメージ。これもいけるんじゃないですか、次のターンで。前回のね、1個前の GBEC 戦は合体がスキルかね、結構使いづらかったですけど、そういうのはないっぽいですね。いいんじゃないですか。みんな11のあたりにアタッカー固まってるっていう言ってたんで。うわ、シャッフルでしょ。ストレートくれば倒せるんじゃないですかね。じゃあ来た、素晴らしい。30分目標クリアタイム倒せますよね。達成ですよ。やりましたね。合体乗ったのが大きかったかもしれません。それじゃ、まあ来ないですね、一回じゃ。はい、な感じで割と HP は低いかもしれないですね。うまく合体入れば大ダメージ与えられるみたいなんで、やっぱあれですね、ポイントはあの状態異常対策と、あとは迎撃のね対策、特に状態異常はかなり手役崩されるるとね、グダグダっとなってしまうんで、その辺注意してやっていくといいんじゃないでしょうか。こんな感じでまた次回、ありがとうございました。でないと予防接種かかんない時が来た、暗闇多いので、なんで最初がいいな。最初、あ、来た。あー、ダゴン行っちゃおうかな。ダゴンね。ダゴン行っちゃいましたよ。どうなるか。今ね、スファが弱点の13だったんで。ちょっと切りにくかったですね。威力アップ乗るのかな。鏡入れてるので、でも入れば恐らくこう素早さ最大までいっちゃうと危険な感じするんで、素早さ下げていきましょう。さあ来た。うわ、なにプラス 3? プラス 3 っすか。オールプラス3でしたね。
上プラス3にプラス5プラス2一気に上げてきますね。きついなこれ。うずめはいいですね。いろんなシーンで活躍しますもんね。そう、今リュミエルにはハムハント、うわ怒り毒結構きついっすね。やっぱり素早さ5になると危ないのかな。拾ってくれるかっていう感じ。わ、鉄壁か。そういうことか。うわ、強っ。強いっすね。全部マックスになっちゃいましたね。うわーきつい。来るか。来た。これ8万くれました。きついっすねやっぱ。